そうか、いい答えだ。来い、合掌。ニーナが右手を高々と持ち上げた。吹き抜けの高い天井に設けられた天窓の一つが砕け散ったかと思うと、落雷のごとき光がニーナの手のひらに吸い込まれた。刹那、ニーナの体全体が金色に輝く。とっさにスピカは後方に飛びのく。そしてそこに現れたのは愛犬ガシャ王を持った半獣モードのニーナだった。なんてプレッシャーだ。スピカ、殺す気で来いよ。スピカー、ジュリー、遠くに離れてろ。そろそろ私の出番かな。遅いぞ、ダタラッチ。今まで何してたんだよ。静観していたが、しかしこれほど強力な魔力の塊をそうそう見れるもんではないのだ。少し興味が湧いた。勝てそうか。戦いとは常に見て算で先を読んで行うものだ。言ってろ、行くぞ、ダタラッチ。ニーナとスピカの激しい攻防が続く。くっそー、剣戦を見切るのに手一杯か。残念だよスピカ、拳が私にかすりもしないぞ。少佐に本気なんて出せるわけないじゃん。そうか、ならば本気を出させてやろう。お前の大事な黒髪の娘を殺してな。ジュリー！ニーナが目にも止まらぬスピードで黒髪の娘に切りかかる。それ以上の速さでスピカも動いた。黒髪の脳天をガシャ王が直撃するか否かの寸でのところでスピカが黒髪を押しのけ、眼前に迫るガシャ王を赤く輝く両手で受け止めやがった。マジか。ほう、やればできるじゃないか。少佐、あんたは僕を本気で怒らせた。殺す。スピカの壁眼が金色に変色した。いいぞスピカ、その目だ。その目を待っていたぞ。ピンポンパンポン、この生アフレコショーじゃ戦闘シーンを表現するのって結構無理があるんだよな。まあこれはアニメじゃないと面白くないと思うんで、壮絶な戦闘シーンはカットってことで了承してくれ。でまあ2人の攻防の末、ガシャ王の剣先がスピカの目の前で止まったところからってことでよろしく。ストップ！なんだ、手足が動かない。やっと答えが見つかったか。スピカ、足元を見ろ。魔法人？ブラッティか。クロエが答えを導き出した。二人はもう戦わなくてもいいよ。レイワもこの町も救えるんだ。